ご通行中の、皆様、降りてます駅前周辺の、皆様、そして、通勤、通学、帰りの皆様、お疲れ様で、ございます。誰もが置き去りにされない社会を広島から北西へ佐藤秀一、本日は、この古市橋駅前につきまして、お伝えをさせていただきます。どうぞ最後まで、ご協力お願い申し上げます。皆さん、昨日は、ニュースをご覧になった方おられると思いますが、安倍総理が、フィリピンに行かれ、まあ、1兆円の、支援を、約束、されたそうであります。まあ、フィリピンに援助をするなとは申し上げませんが、それだけしかし、疑問が、一つあります。それだけのお金があるのであれば、じゃあなぜ社会保障は削りまくるのか、あるいは、教育に、関する、問題、奨学金の地獄の問題、こういった問題、今まで放っておいたのか、疑問ではありませんか。どうですか皆さん。昨年末は安倍総理はイギリスに原発を輸出する企業のために、1兆円を出すと、こういうことも、決めておられます。一方で自営業者の皆さんや退職された皆さん、お疲れ様でございます。そういった皆さんの命を守る国民健康保険、これに対する国の支援金300億円が足りない、まあこういったことでごめんなさいと塩崎厚生労働大臣が謝っておられました。謝って済むものでしょうか。外国には何千億円何兆円ポンと出す、そういったことができるの。国民に対しては命を守るお金については渋る、まあ、おかしいではありませんか。まあ、国民の暮らしがフィリピンみたいな途上国の暮らしが良くなるのであればまだ分かります。こんにちは。しかしイギリスの原発、まあ、こんなものに1兆円も出す、おかしくありませんか。1兆円もイギリスの原発のために出す、一方で300億円国民の医療費のために出すお金はケチる、おかしくありませんか。そもそも日本は広島、長崎、そして、ビキニ環礁、そして福島と原発と核実験、そして核兵器、すべての核の被害を経験した、国であります。まあ、そういった国がこれを、お疲れ様でございます、そういった国が原発を輸出する、そしてそのために政府が1兆円も出す、あるいは何千億円も、まあ、イギリス以外にも出しております。そういったことはふさわしくないのではないでしょうか。まだせめて省エネルギー、再生可能エネルギー、まあ、そういった分野に援助するのはまだわかります。しかしよりによって原発を、しかもイギリスという先進国に売るためにお金を出す、使い道としては非常におかしいのではないかと思います。他方で、自営業者の皆さんや、まあ、フリーターの皆さん、あるいは退職された年金生活者の皆さん、入っておられる国民健康保険のお金は、300億円はケチると、あるいは介護保険も、来年からは、養子縁1,2がいよいよ、今年の春からは養子縁1,2が削られていく、そしてさらに今国会のにも、来年度から要介護1,2をサービスを削っていく、まあ、そういった法案を、可決、しようと目論んでおるわけであります。
こんなことで、本当にいいのかと思います。安倍総理、多少は、いいことも、している面もあります。それは、ブラック様です。ブラック企業の取締りにはようやく重い腰を上げておられるようであります。電通、そして三菱電機、長時間労働、とんでもない長時間労働、サービス残業、こういった問題にメスを入れ始めたのは確かです。お疲れ様でございます。過重な労働、異常な長時間労働のために事故も頻発したのが昨年であります。スキーバスの転落事故、そして山陽高速道路での衝突事故、こういったものも労働者が、事故を起こしてはいいとは言いませんが、しかし労働し働く人が非常な、凄まじい異常な、長い労働時間を強いられる、くたくたに疲れた挙句に起きた事故であります。いろいろな、トラブルも話題になりました。結局は長時間労働、劣悪な労働環境、そういったところに働く人が切れて事故やトラブルが起きる、こんなことで本当にいいのか、安倍総理が多少なりとも重い腰を上げたのは良しとしましょう。しかし一過性で終わらせてはいけないと思います。しっかりと、例えば労働基準監督署、こういったところを評価していく、そういったことも必要ではないかと思います。公務員のが多すぎると、そういったことを言う政治家もおられますが、しかしじゃあ本当に必要な、公務員が足りてるのか、例えば労働関係、そういった労働行政、しっかりと、これからは電通や三菱電機のような企業、あるいは運転手に過重な労働をさせるような企業を取り締まっていく、そういった、公務員は増やしていかなければならないのではないかと思います。取り締まるときはしっかり公平にしなければ不公平になってしまいます。しっかりと労働環境を守った企業が有利になる、競争に勝てるようにする、そのためにも公平に取り締まりをする、そのためには今の労働基準監督、行政の体制では不十分ではないかと思います。そういったところは、しっかり増やしていくというメリハリも必要ではないかと思います。誰もが置き去りにされない、社会を、広島から、国政、佐藤秀一、本日は、この、古市橋駅前におきまして、お伝えをさせていただきました。そしてもう一つ、今年は衆議院の、選挙、これがあると言われています。そして広島県知事選挙も、ございます。私、佐藤秀一、やはりしっかりと政治は生活、国民の生活を守る、そのことがまず第一であると、考えております。大手の企業を儲からせて、そしてそれによって庶民の恩恵がいく、こういったいわゆるトリクルダウンという考え方、これも言い出しっぺの竹中平蔵先生もそんなことは起きないと否定をされております。だったら道は一つ、しっかりと国民が安心して生活できるようにする、社会保障、介護、そして教育、あるいはそういったところをしっかりと支えていく、老後の介護や医療に不安がないようにしていく、子育てに不安がないようにしていく、安心して勉強ができるようにしていく、安心して働けるようにしていく、そういったところにしっかりとお金を使っていく、今までのあべこべなお金の使い方、先ほどもご紹介いたしましたように、原発をイギリスに売るために1兆円出すのに、国民の医療費300億円は出し渋る、そういったあべこべなお金の使い方ではなく、国民の生活を守る、こちらにまずお金を使っていく、
そういった、行政、政治、変えていかなければならない。そのためには野党は確かに頼りないと私も思います。頼りないがために安倍総理の支持率高いというのも事実でしょう。しかしそうは申しましても野党も反対ばかりではなく、例えば保育園児の給料引き上げの法案、あるいは被災者の支援の法案、300万円から500万円に引き上げる法案、こうした法案、次々と提出をしておるわけであります。少しでも野党を伸ばして今すぐ政権交代といかずとも安倍総理の尻に火をつけ、そして国民の生活、こちらを応援する政治に切り替えていくためにも、私は、衆議院選挙に向けまして野党と市民の連合体に応援をしてまいりたいと思います。しっかりと尻を叩いてまいりたいと、考えております。また広島県政も見逃してはいけません。あべこべなお金の使い道が最近目立ちます。湯崎現地に最初は例えば友の浦の埋め立て家境、こういったものを白紙撤回する、そういった方向見直すと、そういった方向性非常に楽しかったと思います。しかし最近ちょっとおかしい。例えばただでさえ、皆さん工業団地、広島県が作った工業団地余りまくっています。バブルから、バブルの頃から90年代にかけて作りすぎて、そして広島県大赤字になったんです。だったらこれ以上作っちゃダメなのに、湯崎知事、安倍総理のふるさとじゃない地方創生というのに乗っかってまた、工業団地を作ろうとしておられます。余ってるものをまた作る、おかしいじゃありませんか。民間で言えば通用しませんよ。在庫をまず裁くというのが民間の常識ではないかと思います。湯崎知事も民間企業出身と言いながら在庫が余っている工業団地をまた作る、まあ、こういったあべこべなやり方はやめていただかなければなりません。そうじゃなくて例えば、介護や保育の現場、まあ、こういったところにお金を使っていただく、まあ、そういった方向、東京都では小池百合子知事、保育士の給料を引き上げたという決断をされました。まあ、小池知事のやってることが全ていいとは言いません。いいところは見習う、東京でできることは広島でも見習うということが必要ではないかと思います。皆さんいかがでしょうか。地方でも国でもあべこべなお金の使い道を改める2017年にしていこうではありませんか。ご都合中の皆様、そして、古市橋駅前商店街の、皆様、そして通学通勤、お帰りの皆様、お疲れ様で、ございました。本年もよろしくお願い申し上げます。エコでフェアな世界を、広島から国政へ、佐藤秀一。誰もが置き去りにされない社会を、佐藤秀一。今後ともよろしくお願い申し上げます。最後までご協力ご清聴誠にありがとうございました。